はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、回究極テクニカルバトル剛腕の紳士シーロの試練編ですね。こちらを攻略していきたいと思います。パーティーとステータスはご覧の通りです。ではビティ見ていきましょう。まずはリーダー、バイスケですね。湧き上がる何も死ぬことはねえ、やらせて直すをつけています。続いて、シゲチですね。フルスロ、ケナス、波紋の師匠をつけています。そして、ディスケですね。ワンモア、俺が戦うぜ、産物見してやるをつけています。スタンバイにはオラタロですね。闘志、生命時期、グレートをつけています。リンクスキルは、スピードワゴンですね。そしてフレンドは金助を呼んでいます。では参ります。ほとんどね、シゲチの CS で、進行していくような感じです。さあ行きましょう。いきなりですね、いい位置にいるのでみんな倒しちゃいましょう。んアタック、ジョナサンに触れたんですかね。ゲージが減らされております。さあ降ってきました。増援ですね。今度は、金助ですね。金助の CS で手数が多いので頑張ってもらいましょう。はい、第1ラウンドクリア。そして第2ラウンドですね。第2ラウンドは位置によってよし悪しですが、ここは金助で行きたいところですが、まあ取れなかった時のことを考えるとまずね、このまま行って押し付けていきましょう。続いてもアイテム処理をしたいのですが、まあここら辺は何とでもなるということで、ディスケで倒してみましょう。一応産物重ねたいですね。はい、倒されてる。そして産物が乗った状態でディスケ行きましょう。ディスケ産物が乗ってるので、エディゲアタックダウンしても怖くないはずです。やっぱり怖くなかったです。はい、第2ラウンドクリア。そして第3ラウンドですね。第3ラウンドはバイスケか金スケでアイテムを処理ねしていきますが、やっぱり手数の多いバイスケじゃないですね、金助で倒していきましょう。しかしこの金助はアタックが弱った。さあここは、ディメンションしていってもどうも同じような感じですね。ここは産物重ねていくために頑張っていきますか。ワンモアブーストが輝いております。ワンモアブーストは輝いております。ここでディスケですね、一応 CS で倒しておきましょう。また産物重なりました。さあ問題です。さあ問題なのが、ここではまあ金助さえ残っていれば大丈夫なので、もろともなくなっていきましょう。はい、何も死ぬことはねえで復活です。さあ最終ラウンドですね。最終ラウンドはちょっと怖い状態です。さあ行きましょう。一応 CS 当てときたい。やはり使ってる使
使っております。そしてゲージを吸われる。おっとディオは倒せてますね。ディオを倒せてないかと思ったんですが大丈夫ですね。さあこれでどうにかなるはずです。よっしゃーで倒れておりますがまあ大丈夫でしょう。直し倒れるのがなくなっております。さあ今度は、ビースケですね。ビースケでワンモアを狙いながら果たして、まあ、ワンモアが狙えるのか、何も死ぬことはねえが発動するはずなので怖くないです。おしやりました。ワンモア発動ですね。そしてディースケも、シゲチも復活なのであとは簡単に倒していきましょう。産物も持ってきてかなり楽になってきております。はい倒せました。ここまで産物がね持ってるともう大丈夫でしょう。おっとゲージが足りてない。ゲージが足りておりません。まあいいでしょう。ゲージは足りてないですが、まあ、これはシゲチの CS がまだ残ってるのでそのままいっちゃいましょう。そして、ね、これでもビースケで倒せます。はい倒せました。無事クリアすることができました。ありがとうございます。ちょっとねぐだってはしまいましたけど、これでクリアすることができました。ありがとうございます。最後までね動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。またねどっかの動画でお会いいたしましょう。ではラーサバ対